どうもタミヤンです。ゼルダの伝説時のオカリナ続きやっていきたいと思います。前回ね、氷の洞窟行きまして、水のセレナーデ教えてもらいました。なんかハイリア湖畔にワープできるみたいですけど、今はやめとこ。王様助けたいんですよね。こっちかな。ちょっと王様に持って帰ってあげないとね。青い炎ほらほらほらっと、凍っちゃった。ナビ分かってるよ。言いたいことは分かっている。青い炎相手、青い炎刺されてるよ。めっちゃ痛い。青いものこの部屋にあったかな。オッケー、コウモリをやっつけとかないと安心できませんよ。青い炎あった。あれを瓶に詰めて、王様のとこまで戻りたいと思います。さあ、ゾーラの里に戻ってきました。王様今助けますよ。王様、はいどうぞ。大丈夫ですか？王様落ちちゃったよ。王様、あれ？王様落ちちゃったんですけど、登れるかな？王様？あ、ここ登ったらいいのか。王様、ああ、世は生き返ったゾラ。世を助けてくれたのはその方ゾロか。うむ、苦しゅうない。その方を見たところ水中では苦しそうじゃ。世の感謝の気持ちとしてこの服を授けよう。これなら水中も苦しゅうない。ゾーラの服、水の中でも苦しゅうない。どういう仕組みなんだろうね。え、水中でもいけるっていうこと？これゾーラの服装備、そしてヘビーブーツ装備しましょうか。これ浮かなくなるっていうことかな。ヘビーブーツやりました。あ、ちょっと待って、めちゃくちゃ重いんですけどこれ。ヘビーブーツ地上ではダメだね。地上ではきついわ。 OK、 じゃあ どうしようか。あ、次光ってますね。これハイリア湖畔、できればそれまでに先にね、妖精のとこ行って空き瓶に妖精入れときたいんだけどな。薬よりもなんか妖精3つ欲しい。行っていきたいと思います。はい、妖精の泉来ましたよ。妖精3つね、3人の妖精に助けてもらいましょう。さあ、そして、水のセレナーデ、下、右、右、左、ハイリア湖に行こうじゃないか。ワープしよう。満を持していくぞ、ハイリア湖畔。雨が降ってるね。マップ確認しようか、まずは。あ、ごめんなさい。あ、マップ見れないよね、細かいマップは。
なんだこれ。とりあえずハンマーで叩いてみるか。何でもハンマーで。さあとにかく、ちょっと待ってね。ヘビーブーツ履いてみようか。多分湖のね、ブーツ持ってないといけない場所にあるんじゃないの。ヘビーブーツ重たいな。降りてみようか。とう。おお、そこに何か入り口がありますね。早速。あ、でも開いてないな、ここ。どこだ入り口。今のどこかな。うわ、面白いね、これ。でも、ここっぽいけどね。おっと、敵が。カラスか？ここじゃないのかな。ん？なんかハンマーじゃなくてこれだけ使えるようになってるね。フックショットだけ。あそこか。ナビ教えてくれないの。あそこ鬱っぽくない？違う。あ、普通にこの上かな。ここじゃね？え、ちょっと届いてない。カンって言ってるな。違う。あ、何その微妙な合ってたんじゃん。いや結構当たってたと思うけど今。なんとか謎を解けたぜ。水の神殿。ん？どういうこと？あれ？ここ登るのか上に。え？あ、ヘビーブーツ外すのかな。ヘビーブーツを外して浮く感じか。おお、そんな感じだね。なるほど、ヘビーブーツは脱いだり履いたりするんだね。オッケー、セーブしておこう。さあ、思う存分謎解き始まりますか。マップ確認しようか。いつものように。お、3階からスタートね。オッケー、下に下がっていく感じかな。まずはあれだよね、いつものようにダンジョンマップを探さないとな。うわー、これヘビーブーツ。おっと、やめろやめろ、いてー、この野郎。あー、こっちもいる。オッケー。これは何でしょうか。フックショットで撃つのかな。あれ、みんな近すぎる。フックショットかな。違う、トライフォースの形してるね。こっちは、あ、小さな鍵ね。オッケー。これ潜るっていうのもあるからね。ちょっと覗いてみる。なんだあれは。行ってみるか。あ、登れない。
登れないかな、高くて。フックショットで撃ってみる。下にもなんかありそうだよね。これ届かないよね、どう考えても。じゃあ下かな。思いっきり下っぽいね。ヘビーブーツ履くか。ヘビーブーツを履きましょう。いや、謎解きの幅がこれ広がるよね。どっこいしょ。重いね。嘘でしょ。一番下まで行くな、これ。これ1階に来たんじゃないの。ちょっと待って。あ、やっぱり一気に1階まで来ちゃいましたね。ヘビーブーツを履いたり脱いだりだな。お、あ、おお、そなたもしやタブヤン。タブヤンじゃな。わらわじゃ。そなたのフィアンセ、ゾーラのプリンセスルトじゃ。ルト姫大きくなったね。あの時は迷惑かけたよね、私に。7年前の2人だけの約束すべて覚えておるぞ。7年もわらわを放っておくとは、そなたもひどい男じゃ、ゾラ。じゃが今はゆっくりと愛を語らっておる時ではない。そなたも見たであろう、凍りついたゾーラの里。わらわだけはシークという若者に何とか助けてもらったが、父上もゾーラたちもまだ。わらわはみんなを助けたい。お父上だけ助けたよ。ゾーラの里を救いたい、ゾラ。そなた協力して保れ。そなたの妻となるわらわの頼みじゃ。勝手に話進んでるけど、タブヤン、わらわと共に神殿の魔物を倒すのじゃよいか。この神殿には水の高さを変える場所が3つある。おお、そうなんだ。3つね。それをうまく使うのじゃ。わらわは先に行く。さっさとついて。先に行くんかい。上がっていくの。泳ぎは得意だろうね、ルト姫。どうするんだろう、まずこの部屋。あ、ちょっと待って。つかむ、え、つかめない。つかむ A ボタンだよね。え、違うの。つかむ、つかめないんですけど。どういうことな。水の中で使えるアイテムって他にないのかな、フックショット以外。メガトンハンマーは使えないのね。使えないよね。え、これ割っちゃうってこと。ああ、っていうか、ゾール、ルト姫と同じように浮かべばいいのかな、これ。お、なんかあるね。割っちゃって、回収しますと。まあ、そういうことだろうね。ブーツ外します。浮きまーす。浮きまーす。どんどん浮きまーす。浮きまーす。ちょ。もう水の中で息はできるようになったのね。あ、浮きまーす。3階まで来ました。2階もなんかあったね、今ね。ここか。ルト姫いるかな。おっと、おちょ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 、ナビ、スパイク、針を引っ込めた時を狙って。どうやって。あ、今か。おお、なるほどね。これは何。あ、危ない危ない危ない。逃げろ逃げろ逃げろ。よし。
あ、これ簡単だ。なんか出てきたよ。あ、宝箱？いや、これは簡単だったぞ。あ、これマップだったら嬉しいな。あー、今回早い。いや、これは嬉しい。水の神殿。うわー、地下1階まであるのか。広いなー。3つ目の神殿広いな。現在3階ですね。はい、めちゃくちゃ広いな。でもとりあえずはもう今進める場所を進んでいくしかないよね。1個ずつ、1つの部屋ずつ。あれ、こっちだけか。早速迷ってるじゃないか。でもこれはマップを取りに来る部屋だったってことだね。で、これヘビーブースで2階あったよね。2階になんかあったから、ヘビーブースでうまいこと2階に着地したいな。これここちょっとどっちか、あ、ちょ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 、動けない左右に。あーあーあー、3階まで行ってきちゃったわ。で、ここでヘビーブーツを外して2階に。で、これで2階のね、あ、ちょちょ、ここで2階のどっかあったよ。2階で泊まれるとこ、あ、ここで、でヘビーブーツを使う。これで降りれる。よし、なんか見える。うわー、何この間から見る新しいスタイル。ちょっと こっち側で、え、なんか今ほら、ちょっと宝箱あるっぽくない？宝箱今ちょっとちらっと見えたよ。あ、角度が違うな。ここじゃないよ、リンク。この間、いや、さっき見えたんだよ。下手くそかい。ほら、見えた、宝箱。あ、これ見えるだけの場所か。なんだ、しょうがないな。降りるしかないね。降りてからの、これこっちに行けないんだよね。なんだろうか。え、でもここ以外行く場所あるかな。あるわな、そら。一旦ちょっと噂にして、攻撃ができないんだよね。こっちはどうだい、スタート地点か。これ何、これ上あるのか。うん、行き止まりか。なんかこの水中で使えるアイテムって、なんかこう爆弾で破壊できそうだけど、爆弾って絶対使えないよね、水中で。まあ、一応試してみるけど、やっぱりな、使えないよな。結構限られるよね、そういう意味では水中で使えるやつって。うん、フックショットだけか。この下にフックショットしても意味ないよね、当然。 OK、 今どこに来た。ああ、橋に行きましたな。 OK、 じゃあ次行ってみようか。ここにも小さな鍵か。ここは、あ、地下1階に行ける感じこれ。あ、違うな。これ今左端だよね。こっち、あー、敵がいる。あ、やばい。っていうか戦えないんだ、水中で。逃げろ逃げろ逃げろ。ここ、あー、地下1階に行くのかい。地下1
買いに来ましたな。え、特に何もなし。はい、しまって。上あるね。よし、じゃあブーツを脱ぎます。忙しいね、この水の神殿。ブーツを脱いで、浮いた状態でと。なんだこれは。引っ張りたい。おうおうおお、そういうことか。あそこまで届く？届かない？しかも鍵がないと無理だし、ここ無理だね。戻りましょう。ヘビーブーツで戻る。あとどこ？2階に。あ、ここを戻らないといけないのか。これでヘビーブーツから戻る。上まで戻ろうか。上まで戻って、ここでちょっと一旦ブーツを履いてと。ここが2階かな今。どうだい？2階だよね。1階、2階で、2階って微妙なんだよね。小さな鍵、小さな鍵が一つも持ってないからね。フックショットを使ってこれなんかこうやっていくんだろうね。あ、なんか下にある。下になんかありそうだよな。あそこサルチュラか。あ、ある。狙え。下、目玉発見。え？いや、絶対そうじゃないの。あ、嘘でしょ、なんで。せっかく見つけたのに。とう、あ、飛ばないのか。え、どういうことだろう。こっからかな。狙えないね。どういうことだろうな。もっと近くから出ないとダメなのか。外しますよ。で、空中で浮いてる。あ、浮いてる時使えないじゃん、フックショット。何よ。あ、ここに。あ、ちょっと違うのか。おいおい、敵がいる。やめてくれー。ヘビーブーツで降りてる間に。あ、できないね、この謎。わからない。こっちは行ってるかな。ここは最初行ったとこかな。あ、この先行ってないけど鍵があるもんね。いや、難しい。あ、なんか見つけましたよ。さっきの一番最初のとこのなんかトライフォースの栄養調べたらなんか言ってますね。深き水底に眠る道を開かんとする者は王家に伝わる歌を唱えよ。あー、来た。王家に伝わる歌だからゼルダの歌かな。あ、間違った。王家に伝わる歌。どうだ。なんかルトゥ姫がなんか言ってたもんね。仕掛けが3箇所ある。
それの一箇所目か。あー、水の水が引いたな。なるほど、これで行ける場所が増えるのか。オッケー。まあちょっと2階から行った方がいいのかな。怖いな、これ落ちるの。いやー、そこまで落ちるか。あ、炎が光ってる。剣が使える。よし、これでまたもう一度だね。探索し直しだ。おお、ちょっとセーブしておこうか。はい、セーブしておきました。ちょっと敵倒しました。まず行ってないマップ、ちょっとしっかりね確認しながら行こうか。南側は行ったから、あと西と北だね。順番に行こう。こっち西側、なんか音がするな。ここはなんだか、おっとっと、何するとこねろ。結構ライフ減ったじゃないか。返しやがれライフを。こっちはん、なんか2階と3階に入り口があるけど、1階はこれ入れないのかな。これ押せないのかな。あ、押せるー、見つけちゃったぜー。なんかこの茶色いブロック、なんか身に覚えがあったんだよね。おーおーおーおおお、どこ、これ。おっと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 、え、登れないのこれ。潜る、っていうかヘビーの靴履けばいいか。ヘビーブーツ。どこだ、あれ、ブーツ外す。え、どうすんのこれ。ここ登れるんじゃないの。登れない。え、アイテム使えないじゃん、フックショット。何これ。わかんねえ。行けました。どこだここは。あ、1階ですね。お、いいじゃない、行きたいとこに行けたな。1階、あれは、あ、これ何これ、え、ん、あー、何、え、これをどうしろっちゅうの。え、どういうことなんだろう。とりあえずあの敵倒しとこうか。やーで、あ、落ちていった。オッケー。それはそれでよし。剣で叩いてからの、落ちるのやだなこれ。一発勝負か。うわー、落ちた。あ、ここに乗ればいいのか。あ、そういうことか。え、ああ、セーブしとけばよかったな。やり直し、どこに戻るんだろうこれ。嘘でしょ。
あ、上にあれ押せばいける？おお、いけるんだ。もう一回行こうか。どういうことだろうね。30分経過。これをちょっと突破するまで飛んで、さらに飛ぶ。オッケー、いけた。今回はここで区切りたいと思います。次回どんな罠が待ち受けているんでしょうか。お楽しみに。さよなら。視聴者に向かって、次回もお楽しみに。あれ狂っております。またねー。